堺筋、野村ビルディングの後に立つ旧大和銀行本店ビル。堺筋、野村ビルディングと、第二野村ビルディング。堺筋、野村ビルディングとはかつて日本の大阪府大阪市、中央区ビンゴ町2丁目にあった建築物である。別称は、野村ビルディング、第一野村ビルディング、大阪野村ビルディング、大和銀行本店ビルなど。 大阪の村銀行が最初に本店を構えたのは、大阪府大阪市東区安土町2丁目61番地の地であった。それは同行の業用の拡大に伴い境愛になったので、野村商店が移転した後の跡地である、大阪府大阪市中央区貧乏町2丁目2番1号の地において、同行本店並びに野村商店のように共する総合建物を建設する。 ことが計画された。各して1921年7月時チー再挙行の上、1922年1月寄港され、1924年2月春行を遂げた。野村課長の意思により、野村商店は入居せず、銀行単独での使用となり、同月12日より同行が本店を置いた。当初2階には、野村合名会社の本拠が設けられ、3階以上は、 貸し室に当てられた。また1926年11月からは、野村徳七の医師によって、大阪高等商業学校関係者の会である、アリツネクラブに会館として提供された。第二次世界大戦で、日本が敗戦した後の1945年11月15日には、占領軍が6階並びに7階にあった、アリツネクラブを接収し、 1952年5月1日の接収解除まで供された。1956年12月26日には敷地西側に接して新館が増築され、既存の建物は休館とされた。さらに1957年2月から1958年7月にかけては休館の改修工事が行われた。 しかるに1980年代後半を迎えると、同校では来る創業70周年に向け、旧館、新館並びに、外区内の安土町大和ビル、同別館、工業繊維ビルの敷地をまとめて、超高層建物を建設しようとする儀が起こった。よって1987年6月より、周辺建物への移転が開始され、同年10月9日には一回営業室において、 お別れコンサートが催された後、ついに同年12月1日解体機をしばら意識の執行に至り取り壊された。そして1991年7月、跡地に大和銀行本店ビルが竣工した。旧館の設計は片岡安によるものである。新館は鉄筋コンクリート構造の地下2階。 地上7階建てにして、延べ床面積約1万100平方メートルの規模がある。設計は安い事務所。施工は体制建設。故障について、隣接の第二野村ビルディングは、大和銀行の新宅部門並びにその前身の新宅銀行が入居したため新宅ビルなどと呼ばれたことに対して、銀行ビルとも呼ばれた。 大和銀行40年史80から82ページ、有恒会の名称の由来2011年6月13日閲覧、野村建設工業30年史16ページ、大和銀行70年百392から397ページ。ありがとうございます。